は行政書士合格の取説野バの,のズバッと需要論点ポイント解説講義第4回目を行っていきますよろしくお願いしますはい4回目からが科目切り替わっての民法ということになっていきましてはい今回から5回分ですね民法やっていきますで今回は代理扱っていきますので少なくともね取説テキストの代理まで読んでいることを前提に、えー、講義をしていきますはい早速ですが。 取説テキスト民法の43ページを出してください。代理、民法総則での、まあ、最重要論点の一つではあるんですが、先にここに上がっているね、えー、書き込みをしてあるものを書き取ってください。その上で話を聞いていただけるといいんですが、まず代理で考えていくものは、大きく有権代理と無権代理、有権代理と無権代理。 で有権代理って何ですかってことについてはこのページの下のところで確認ができます。代理のイメージね。うん、まず土地売りたいなと思ってる A 本人がいてでも自分で売りに行けない知識がないので知識を持ってる B にお願いする代理権授与1個目。次代理人の B が相手方を探してきて A の代理人としてきたことを告げるこれが賢明と言います。 そして、交渉していく中で最終的に頼まれた売買契約をする代理行為。はい、3つ揃うと契約の効果が AC に帰属するつまり BC での契約なんですが A と C の契約として見ていく C は A に対して土地の引き渡しを請求できるし A は C に対して代金支払い請求できるこれが有権でありね。うんでは 無権代理って何でしたっけ例えば無権代理の場合だと代理権がないのに勝手に売ってきちゃうケースが考えられますよね。あとは、えー、っと土地の借り手探してきてねって言ってるのにそれを超えて売ってきちゃうとかこれも無権代理だったわけですよ。うん、で先にやっとくと。 無権代理ってどうやって民法上処理するんでしたっけはい。ちょっと考えてもらって、考えた方から50ページを見てください。50ページを見てください。はい。無権代理とはっていうページがありますね。まあ、今回のこの50ページのケースは、頼まれてない、代理権がないけども売っちゃったケースで、えー、やってますけども、これは、 勝手に売られてしまった A のことも考えていかなければいけないし、まあ一応ね、買ったという C も保護していかないといけない。なので、A の立場に立った場合と C の立場に立った場合、両方考えていかなければいかなくて、51ページのところがまず、はい、A の立場に立った場合ね、A の立場に立った場合、土地を手放したくないと思うならば、 追認拒絶権を行使して、この契約を無効にする。B がやった無権代理為を無効とする。で、えー、土地を C に渡してもいいと思うならば、追認権を行使して、この契約を有効にするんだ。という話がありましたね。そして今度は、相手方のことを考えた話をしていくと、その次のページ。はい、相手方の保護。うん。こちらに関しては、 まあ、例えば、本人の A が本当にこの契約を追認するかどうかは知りたいぞってことだったら、まあ、最高権を行使する。どうですか、追認しますか、しませんかと。もし、一定期間内に返答がなければ、どうでしたっけ追認は拒絶した扱いとなりますよね。もしくは、こんなよくわからない契約は取り消してなかったことにしたい。 とということならば、取権を行使する。もしくは今回の契約によって損害が発生しているならば、まあ、無権代理人 B に対して責任追及するみたいなことがあったわけですよ。細かいのはまた確認をしていただきたいんですが今無権代理だった場合どう処理するのかを考えていきました。43、はい、43ペペーージジにに戻戻ししててくくだださい。43ページに戻していただくと、 はい、今、オーソドックスな有権代理、無権代理見ていきました。で、ここからね、有権代理なんだけど、怪しい代理人がいます。それが、利益相反というケースと、代理権乱用のケースです。まあ、利益相反はテキストだと、自己契約双方代理っていう規定なんですが、どうですか、自己契約双方代理のイメージと、代理権乱用イ,イメージって、 今テキスト確認する前に付いてますかはいじゃあ行きましょうね44ページをご覧くださいさあ利益相反というところですがまあ、このテキストは自己契約双方代理と書いていますま記、あ、述にも出そうかなということで記述に出るマークを付けておきましたが自己契約どうでしたっけ A が B に土地売ってきてくれと頼むう、えー、代理人の B は えとあ私が買いますわって言って自分が買い主となって契約をする。で絶対とは言いませんが、まあ、これ代理人側で金額決められたらばやっぱり安く売りますよね。3000万の途中100万で売る、まあ、B が買うってことができるわけですからこれは本人のためになりませんね。だから自己契約は原則禁止です。 じゃあもし、この禁止規定に反して、自己契約をやってしまったらどうかというと、はい、これ上にありますね、後回し OK とありますが、ここですね。はい、もし自己契約、あとは自ページの双方代理してしまった場合は、無権代理として処理をするんですよね。つまり、この契約を後々、A が追認しない限りは有効とならないってことですよ。 しっかりとね、原則は禁止だ、やってしまったらどうするのかという処理方法をしっかり覚えておくと、記述も,も書けます。あとは、まあ、こういった自己契約みたいなものを、本人が最初から許諾している場合ね、まあ、別に構わんよって言っている場合は特に問題がないと思うので、そこもしっかり押さえておきましょう。うんまあ、同じような形で、 双方代理ってものがありますが、とにかく代理人は本人に一番有利な契約をしなきゃいけないので、A の代理人で売り主、C の代理人、飼い主だと、まあ、どっちかに有利な契約になっちゃいますから、やはりこれは認めるべきではないんだよね。4000万で売却で時価3000万だったら、これやはりそうだね、買った C には不利益ですもんね。 1000万高く買ってますから。なので、やはり、双方代理は原則禁止だということ。はい。あとは一緒。やってしまったら無権代理ですってことですとか、まあ、お互いの本人、A と C が、まあ、これは OK ですっていうことで、事前に許諾をしていれば、特に問題ないんですが、原則は禁止です。はい。そこをしっかり理解してあげてください。これが怪しい代理にね、自己契約、双方代理。 でもう一つ、怪しい代理人が存在するんですが、46ページ。はい、代理権乱用です。これも記述に出ます。はい、どんな事例でしたっけさあ、本人が土地を売ってきてくれ。代理権辞をします。で、代理人は、売ってくれと言われたから、売ってきました。つまり、これって、 あの代理権はあるし、売却と書いてるだけですが、言われた通りのことをやってるし、権、まあ、名もあるんですよ。はい件名もあるんですなので、これ、代理の3要素って満たしているので、代理人 B の売却行為って、原則は有効なんですよね。 はい、代理の3要素。代理権があることとか、権名があることとか、あとはその範囲で契約をする。代理3要素を、えー、満たしている。だから原則論有効なんです。ただ、権名のところにちょっと問題があって、やっぱり内申は、 これ C からもらった代金を着服して逃げましょうねって考えてますよね。でも表示は A のために来ましたよって言ってるので、自分のためっていう気持ちがあって、表示は A のためですから、これは内心と表示がずれてるんじゃないか。はい。代理の勉強する過程で心理で掘って勉強してきたと思うんです。意思表示で冗談ね。なので、売る気がないけど売るみたいな、 内心と表示のずれ、心理留保にこのケース、似てるんですよ。まずここも復習ね。はい、も復習材料です。うん。はい、で心理留保も原則有効です。で、今回の代理人 B、売却後も有効ですが、やはりこれ、買った C も保護していかなければいけませんが、 勝手に売られた A のことも考えていかなければいけないので、もし相手方の C が B が代金着服について悪意、知ってるとかね、知らなかったけどちょっと考えたら気づけたよみたいな場合は、これ、やはり無権代理なんです。そう、原則有効なんですよ、代理三要件満たしてるから。ただ、本人のことを考えると、 C が B の代金着服について悪意か有価質の場合は無権代理って話です。まあ、心理留保の場合は、無効って表現するのに対して、代理は無権代理って観点は違うんですが、そこはしっかり分けておきましょうね。はい。さあ、なので、ちょっと戻りますね。43ページに戻りますが、これで理解できました 原則は有権代理を考えます。そして有権代理だけども、怪しい代理人が存在するよね。自己契約双方代理の利益相反、そして代理権乱用、ね。こういった場合、一定条件では無権代理となっていきます。はい。無権代理となっていきます。はい。で、無権代理でも、 例えば、ね、追認があったりとかすると有効になっていきますから有権代理として考えるみたいなこともありますし今回、そこまで、えー、と講義で触れることはしないんですけども「表権代理」って勉強してます56ページで「表権代理」ってあるんですがここ、勉強してますかせっかくだから見ましょうかはい、56ページに「表権代理」ってありますね。 これ、大前提は無権代理なんですよ。A から B に代理権ないけども、B が C に行っちゃったケースね。うん。ただ、このケースで、相手方が特に保護されなければいけない場合、まさか B に代理権ないなんて知らないし、そこにミスも全くない。善意抜かすの場合。さらに、本人 A に土地を失うだけの落ち度がある。 でこの条件がそろうと、表権代理といって、無権代理なんだけど、A の追認もないんだけど、AC の契約として見ていくんだ、つまり有権代理として見ていくんだってことね。はいまあ、この何らかの落ち度っていうのが、この3つです。代理権重表示があるとかね、権限外の行為があるとか、代理権消滅後とかね、そういったものがあるので。 またこれは該当箇所をしっかり確認していただきたいんですけれども、はい、とにかく代理というものの基本はね、43ページに戻っていきますが、有権代理をベースに考え、だけど怪しい代理人とかいた場合は、無権代理となることがある、そして無権代理の場合でも、一定の場合には有権代理となることがあるという、この感覚を、ね、しっかり身につけていただきたいと思います。 はい、では今回の4回目は以上ということになりまして次回が定当権ですねまたこれだいぶ先なのでそこまで行き着くまでに「取説テキスト」結構時間かかると思うんですが定当権まで学習できればね担保物件というテーマ全体的に学習してもらった後に動画見てもらいたいんですけどもはい、頑張っておいてくださいね。はい では、今回の四回目の講義は以上となります。お疲れ様でした。